はい、では今から始まりました。はい、はい、2015年4月22日、プラレールダダモレール第228回、ヒロデンはええもんじゃのうということで、はい、今日は陽介バリスタさんと行った広島の、話の中でヒロデンをやります。陽介バリスタさん、よろしくお願いします。あの今週来週は私一切喋りませんので。喋ってるじゃんずっともうこれ今週来週完全にあのプラレールさん特的な企画じゃないですか。まあねでも陽介さんも結構食いついてたから、あ、これはもう良かった良かったと思ったんですが、プラレールさんに比べたら若干あのもうお口ポカーン状態でした。あ、そうですか、うん、なのであのもうプラレールさんのもう勝手にあのやっててください。勝手にですか。私はもうただ見てるだけですから、見てるだけってしますではじゃあまずですね、皆さんこのハローバー電車、これがですね、横川駅と江場の間を、土日祝だけ運転してるんですよね。で、これにまずは飛び乗ったというところから、ご覧いただきたいと思います。まず計画立てた時点でまずこれを真っ先に乗ろうって、そうなんですね。なのでまずはちょっとこの動画からご覧いただきたいと思います。おい、今日は動画がバンバン流れます。はい、そうです。今はねこの、横川エヴァ線を走っております。皆さん、動画それから音声等々、何かありましたらお知らせください。これも車内から撮っております。ガラスのこの揺れぐらいね、これをお楽しみくださいね。今ね広し、横川駅前に、電停に2本、電車が2つ止まっておりますので、そこに入れない電車が今2台待ってるという、そういう状況になってます。意外と8系統って意外と本数多いんですね。いや8、7と入りますからね、ここは。あ、そっかそっか、うん、7系統、8系統と2系統入ってきます。7系統っていうのは、横川から、都心の方に行くわけですね。これ7度、これはエヴァ行き89、はい、比例棒です。なので冬の間だけです、走るのは。だからこの日がラストだったんです。あ、この日、うん、ね、その次の週も走ったはずなのよね。だからこのタイミングしかないって話は、ね、そうそうそう、ギリギリだったんだよね。227には目もくれず、はいですよね、そういうことです。とにかく乗り継いで真っ先に横川駅に行くというね。今渡り線渡って900型がやってきます。あの木更君が書いてるんですよ、ヒロデンは長崎みたいな直とか曲がるっていうのがないの？ないないないです。これはポイントのなんだっけ、ポイントのところに出てる信号機なんだけど、広島はみんなね、黄色の矢印です。あ、長崎って逆にそうですけ？うん。長崎、あの、要は、広島はね、あの、道路交通と混ぜて考えてるわけですね。広島の電車の信号機ってね。いや、8系統は、エヴァ横川ですよ。で、7番が、だから広電本社の方に行くんですよね、はい、CTC じゃなくてね ARS ってやつなんで、これはまた来週お話しすることになると思います。そんな逆に路面電車で CTC を使ってるところを逆に教えてほしい。 CTC も真っ青な方式ですよ。 ARS 確か ARS とか言ってたので、それはまた来週やります。はい、なんかカメラがだんだん引いてきてるんですけど、はい、はい、こういうことになるわけです。あ、
あの右側の映像一瞬で終わりますから左の方見てはい、両方の画面いっぺんに見てくださいね。当然プラレールさんが注目したいところと僕が注目したいところは当然違うわけですが、中、うん、さん、はい、長崎は局直の時にソロコン叩く必要がありますか。はい、この思いっきりの良さね。はい、そうです、このハンドルをね取りたかったんですね。そうそう、うん、まさかね、実際やってみたら本当にマスコンやった。はい、サザエさんネタわからない、わからない。海外の、はい、鉄道の車両ってなんかこういうなんか、あ、多いね、なんかマスコンファンって、うん、多いです、ね、TGV ってあ、あ、そうなんだ。いや、なんかね、写真とか本でしか見たことない、はい、なんか、ね、大きな輪っかみたいなやつなんかくーってなんかやってなんかマスコンやってるような車両、うん、見たことあるんですけどそのコンビニで聞いたことのあるような音はね、今後いっぱい出てきますからね。はい、古い電気機関車だとこのハンドル付きマスコンだったんですよ。古い日本でも急ブレーキ、これ急ブレーキじゃないんですよね、実際はね。まあ要は自動ブレーキですよね。急ブレーキじゃないんですよね、そんなにね。でもこの電車運転するには結構技量がいるんじゃないですか。だってこれ要は自動ブレーキだから、うん、込めて引き出すまでタイムラグとか考えられないし、だから込めてで、最後縛る直前に払わなきゃいけないでしょ、パッと。そうそう、ね、でもゼロにしちゃったらあれだから、そうガッくんってなるからね。そうそう、うん、焼きサラとこれがね、うん、あのいわゆるキハ40とか47のブレーキとほぼ同じ理屈だと思う。別院ってこれなのかなと、これですね、別、うん、今のが本願寺の別院なんだそうです。はい、車内アナウンスの放送は、うん、いやもうこれあの常用するつもりで、なんだっけ、カード以外の仕掛けは全部他のと入って一緒のものが入ってたじゃんね。うん、え、あ、こんばんは、3050ローカルさん、こんばんは。長崎は軽症さばけでも、ね、全部自動ブレーキだった。鹿児島も、うん、まだ600型とか9500型とか自動ブレーキだったからね、はい、いわゆる釣りかけ所が。浜内名さんね、それ今後ちょっとまた私のコメントの中で出てきますね。長崎から比べると非常におとなしい運転と感じました、ね。うん、長崎はだって路面電車でしょ、警官からスピード違反切られたとかいう電車だからね。一度長崎もう一回行ってみたいんだよね。僕はそこまでは思わなかった。熊本の方がむしろ荒い印象がある。あ、そうなの、熊本荒いかな。長崎はそうなの。あ、そう、そうなんだ。1号はね、ちょっと普通ブレーキがあります。普通ブレーキと自動ブレーキを併用する。いや、このね、単車で車掌がいるという
ですよ。確かに現代には現代には山崎。そうそう。この贅沢ね。このね、この釣り革のところにこう線がこう通ってるでしょ、ここのところ。わかりますかね、はいはい、これがね、これをちょんと引くとチンってなるんですよ。お客さんは、あの降りるときにこの紐を引いてチンチンって鳴らして合図してたんだって。あー、なるほど、うん、昔はね。はい。あのね、路面電車の敷地は全部会社のものですよ。だから広島は全部広電の敷地です。はい、はい、だ道路の真ん中に私有地があるわけですね。市営ではなく民間の鉄道会社、私鉄と一緒です。まあ長崎もあれは市じゃなくて、ちゃんとあの別会社でやってるやつ。はい、長崎電気ですからね。長崎電気軌道です。どこのインキューブの押し放題にあった唯一の紐があったの。この紐、この紐。こっちにもあるよね。いや、路面電車ってね、ギリギリまで詰めるのが普通だったんだけど、広島はね、違うんですよね。他の町とはもう決定的に違うところが出てきます。いくつもいくつも。マックンさんのツイートにはあえてあのコメントしてました。今も紐は現役？いや、現役じゃないと思いますね、これ。で、引っ張れば鳴るようにしてあるのかもしれない。じゃあ、折り松ボタンあります。はい、座席は木でしたね。はい、この通り木でございます。木でいいんだよ、路面電車は。あのふわふわにする必要ないのよ。釣りかけです。700は800から、カルダンなんですね。広島も路面電車で初めてワンハンドルを入れたのよね、うん、ただしワンマン機材と運転手の右利きだけが。そうでしたね、ワンハンドルだから、はい、こうやって運転するようになってましたね。両、はい、両手で同じように動くね。神谷町のホームが詰める必要のあるなしじゃないんですよね、これね、実はね。まあ、多分後でお話ある、うん、後でね、ちょっとそれで、そういう場面が出てくるはずなので、ちゃんとね、長いのには別の意味がある。うん、そうなんですね。マックさん、台車のバネは良さそうに見えますが、乗り心地はいかがでした？はい、いいんです。広電の意味での単車ではなくて、車両一般の意味での単車、二軸なんですね、これ。そう、二軸単車ってやつで、高知、土佐電なんかで乗ってみると、もう前後左右がはるかに揺れてね。私は一度酔ったことがあるんですけど、それで。なんだっけ、維新号ってやつですね、土佐電だと。路面電車は詰めていい場所、詰めちゃいけない場所があるよ。このね、窓ガラスがね、このゆらゆらっとなってる感じね、これハノーバーからのガラスそのものだと思います。はい、窓ガラスも、はい、これ
ヨーロッパのガラスだと思いますね。うん。ミドルシーゴさんなんでそういうことになっているその西ラジネタみたいな感じ。でもどうでしょう。今釣りかけがなくなった自然のエリアってあるのかな。はい、さあどうなんでしょう。長崎もある残ってるよね。あ、うん、日本札幌残ってます。札幌残ってますか。はい、うん、そうなんです。浜の手屋さんね、そういうことなんですね。で広島は1両で運転する電車のことを単車と呼ぶようになったので、そこややこしいんですよね、話がね。伝説者じゃないやつ。そう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 、連結者じゃないやつだな、広島で。広島はね、2000型でね、連結者ってのがあって、普通に運転台取り外しただけの、ね、2連結があったんだよね。あ、そうか、そうか、うん、富山ライトレールはそうか。ああ、なるほど。そういうことか。うん、釣りかけはね、メンテしやすいんだって。こういう古い車両に乗れるのはいいことだな。うん、じゃあもう三沢君ぜひ。はい、少し上げて。了解。上げるっていうのはこれは、いや、こちらで上げます。どこ上げる。こちらで上げます。こちらで上げます。はいはい、お願いします。じゃあもう木更君はぜひ広島に。はい、これでどうでしょう。まあ何か広島でなんかイベントがある。広島でね。いや、ぜひ。あれ全線乗るだけでもかなり時間かかるから。2日見といた方がいいね。 しかもこういう珍しい車両だの場合はあらかじめ調べてきた方がいいですよ。うん、いきなり行っても乗れません、これは。もうダイヤも決まってますかね。はい、路面電車の場合、床下機器をコンパクトにする必要があるので、長い間釣りかけが使われる。なるほどね。都電のドライバーによれば、釣りかけの方が機敏に運転ができる。なるほど。間に余計なものがいろいろ入ってくると、ちょっと遠い感じがしてくるんじゃないの。どうですか、マスコンからモーターの間。自動ブレーキって言うけど、うん、結構込めてからブレーキ込めてから聞き出すまでのタイムラグってそんなにないし、なんかすごいシャカシャカシャカってすごい、すごい動かしやすそうですよ。はい、うん、キハ40とか47みたいなのは込めてからのためがすごいあるし、はあはあ、こう抜いて戻してまた入れてとかっていうのが、ね、すごい自然の車ほどはすごい楽に動かせないんですよ。うん、今回ゲーム戦には乗りませんでしたね。結局乗ってない、ね。フリック感でもなかったし。そう、うん、あれですよ、壁線とかストラムラインとかスカイレールとか、ね、そうそうそう、切符で乗れないところガンガン行きましたからね。でも低速ブレーキプラスマイナス2メートルだとね、広電の場合通用しませんからね、それはね。ですね。うん、まあ長崎も2メーターずれたら意外と支障が出てくる。出る。うん、路面電車はね、前に突っかえたりします、絶対2メートルだと。さっきの話のその神谷町のホームは、そうそうそう、ただ意味もなく長いわけではなく、そうなのよみたいなことになってますかね。うんうん、坂さん、長崎のブレーキテクニックすごいよ。アストラムライン線型、アストラムライン線、はい。今の、そう、今ふ
長崎電気の名物寸止め、はい、わからない、わからない、なにそれ意味わかんない。だから長崎はそれだけね、その輸送力に、なんていうのかな、需要と輸送力の間に余裕があるのよ。広島はね、それできないんですね。あ、長崎電気の小学自治体突っ込んで、はい、そう、あそこはもう片面の行き止まりですからね、うん、はい、成子さんいらっしゃい。確かに、あれは確かに。ハノーバー電車で横浜駅からエヴァに向かっているところがあって、はい、何寸止めとは、邪魔をしている自動車の寸前で止まるテクニック。広島はそういう車いなかったね、一台もなかったね。そういえばみんなお行儀が、ね、うん、お行儀が良かった。ちゃんとね、路面電車で右折する方法をきちんと知ってて、でちゃんとそのところに止まってた。広島の、確かになんかむやみやたらに汽笛を鳴らしてたっていう、うん、イメージがない。そう、フットゴングも聞かなかった今回は。ゴンゴンって、あのフットゴングもな聞くことなく、これ、うん、どうなのかな、あの要は何、どう、あの車のドライバーさんが、はい、お行儀がいいっていうことだと思うな。少なくともあの路面電車区間を走る車に関しては、うん、それに引き換え鹿児島は鹿児島フットゴング何度も聞いたな、そういえば、うん、ゴンゴンって鳴らされた。この前一昨日ぐらいかな、うん、昨日一昨日ぐらいもね、うん、なんか試練ちょっと事故があったみたいで、あのもう皇室さんがですね、もう、たまらずにですね、なんかちょっと声明を出されてましたね。あの軌道法ではこれこれこういうことになっております、ドライバーの皆様ご理解よろしくお願いしますみたいなこと書いてありました。普段路面電車が走ってる道を走らないドライバーさんが多いんでしょうね。あ、やっぱりかもしれないですね。うん、鎌倉さん、広島の人は本当に真面目、長崎はいろんな意味でめちゃくちゃ、うん、いや、ザカさんね、それ30年前の人たちっていうもん、例えばその時30だった人はもう60でしょ。だからなんか違う意味で、うん、違う意味で、やっぱね、路面電車が、走ってる年が圧倒的に減ってしまったっていうのがあるよね、やっぱり。うん、福岡とかすごかったよ、やっぱり。福岡市内線とか、うん、市内線、うん、ね、それはもう福岡市内の電車と車の攻防戦たるや。すごい。生まれた時も福岡市内線はなかった。うん、北九州もすごかったもんだって。北九州が、うん、小学生の時に、うん、だから砂津と黒崎駅前の配信になったぐらいです。はい、はい、終点エヴァ、エヴァ、はい、エヴァです。エヴァじゃなくてエヴァなんですね。エヴァですね。はい、エヴァです。いやー、この贅沢な車両。よいしょ。でここでちょっと、歩いておりますので、それを、ご覧いただこうかな。あのエヴァのステルを間違えないようにね。違う。ちゃうって、みんなそれ言ってんだよ。キサラ君同じこと。みんなそれ言ってんだよ。はい、235かな。235です。238。なんでこんな中途半端な番号なのかって
エヴァ好きの友人が聖地巡礼とかわけのわからないこと言って、ここに来てんだやっぱ。あ、そうなんだ。いやでもね、うん、正確に言うとね、エヴァの聖地は箱根なんですよ。うん、ちゅうこって、ちょっとここまでの絵を見てみようかな。あ、緑信号さんの図星列祭、はい。これで、今乗ったのがこの238で、前、後ろ、要は車掌さんが乗ってんですね。車掌さんが乗って。反射なんだけど、車掌がいるんですよね。うん。おっとっとっと。で、これ、横川駅前にいた、700、うん。ちょっと、BGM を小さくします。あ、700。907って書いてある。あ、ごめん、900。700じゃない。907。これ元大阪市電ってやつですね。よいしょ。もう大阪時代よりも広島に来てからの方が長いんじゃないかな。で、これが、神谷町経由の、広出前行きということですね。はい。はい。で、これが、真相になった、横川駅の電停です。これ素晴らしい。2つなんですね。素晴らしいですね。うん、1番、2番。本当に JR の改札出てもレベルで行けますよね。そうです。歩いて10秒、うん、?20 秒ぐらいな。だから、ほら、同じ高さで行けるじゃん。そうそう。で、濡れずに行けるし、その横のね、アーケード街とも、ダイレクトにつながってて、そこから、そうそう。で、そこからも乗れずに行けるということですね。で、連接車の入れる長さを取ってあります、ちゃんと。普段は入りませんけどね。線型だけかな。横側、うん。はい。30メートル取ってあるんですけど、普通線型までかな。線型だけですかね、うん、あれもそんなに長くないので、ピッコロピッコロだけですよね。はい、あの系統だけですね。そうです、この海外のイルアシンティーの広電のね、新しいそのターミナル駅ってのはみんなこういう雰囲気になってますね。よいしょ。そうそう、みんなそうですね。みんなそうだと思います。いや、僕もそうです。はい、この大阪に限定あったんだっていう。うん、そうです。昔曲がって止まったのはね、あれはあの先にもう一停留所あったんですよ、実は。この先の交差点から斜めに駅にこう突っ込んでるんですけど、広電の方から言うと、右折して横川駅前っていう停留所で終点だったんですけど、実は、その。高さんの方からすると、うん、昔は駅構内までは突っ込んでなかったんですか？そう、突っ込んでなかった。突っ込んでなかった。地図、ここで地図見て、みましょうね。浜寺さん、横浜市電がいないのが寂しいよねって。はい、広島市。よいしょ。あ、岡山115さんいらっしゃいます。あ、いらっしゃいませ。この横側の駅前ね。はい。何エヴァ何、ゴールデンハーフスペシャルのメンバーでお笑い漫画エヴァちゃん。あれは以前はね、ここから今横川駅の中に突っ込んでますけども、これ右にこの道路を曲がって、はい、ここのところが終点だったんですね。でさらに、ね、その前はね、ずーっと、そう、またや微妙な、ずーっと伸びてここまで来てました。で、この、線路、踏切を渡った先に、実は、壁鉄道の終点があったんですよ、ここに。今度は壁鉄道の終点の駅があって、その、今の JR 壁線って、そうそうそう、よろしいんですか？はい、JR 壁線の、前身、私鉄があったんですね。で、これね、きっとね、町割りが、その線路の町割りが残ってるはずですよ。これ外してみると、これかな、これこういう風に走ってました。この川なかったですからね。この大田川っていうのはなくって、それから2代目がここが駅だったんですね。こういう風に行ってました。まあ、そういう昔のちょっと関係もあって、
横川駅前ではこの軌道は右にぐいっと曲がったこの道路上にあったということですね。はい。あ、ザカさん、駅構内に突っ込んだからわざわざ横側に乗りに行ったんです。ああ、なるほどね。あの、配線が変わったからってことですね。はい、はい、横側に乗り入れてからお客が増えたのが、はい、若干横側系統の本数が増えた気がするのは私だけ。いや、本当です。増えてますよ。増えてます。増えてます。7番、7系統っていうのが一つ増えて、それは、以前は都心、神谷町方面の都心に行ってなかったんですけども、その系統が一本できましたからね。そうか、はい、そうか。だって7番だったら、そうか、神谷町には行けるんですね。そう。今はこの8番というエヴァ行きしか昔なかったんですよ。うん、それは必ず乗り換えだったのが、土橋とかで乗り換えだったんですよ。東海地で乗り換えだったのを、その乗り換えずに、原爆ドーム、神谷町西、そうです。ハノバーですね、岡山さん。このハノバー電車に乗ってきたという今動画をご覧いただいたところです。はい、中はこうなってまして、こんな感じ。これ途中の、停留所で、写真撮ってる人いましたね。そういえばね、この電車はね。うん、やっぱりね、そんな普段から走ってる車じゃないですからね。うん、そうそう。ところで、あ、イグロさん毎度。ところで、はい。ところで、これなに？え、それ全然気づかなかった。私もです。じゃあこの話はまた、後ほど出てくることにして、これが運転台ですね。はい。いやー、まさかね。これ、ま、手ブレーキがマスコンだったとはね。これ手ブレーキに見えるんですけど、これがマスコンで、この右側のこれがいわゆる皆さんさっきおっしゃってた自動ブレーキ。そう、はい、ハンドルはあの個人で持っていくやつなので、はい、というやつですね。ハンドルがないですけどね。はい。あ、ザカさん知ってる、ザカさん知ってる、さすがだな。で、ここですな、いろんな、これはハノーバー仕様の、これ、軽電機かな？多分そうだと、ね。ハイツング、リヒト、バイバーゲン、これ、意味わからん。ブレームシュリヒト、リザーベ。リヒトってライトでしょうね。軽電機関係、ね。でしょうね。ような気がするんですよ。これ回して入れたり切ったりするんだろうね。ああ。で、これは、その横についてた制御スイッチ。これは日本、こっちが、こっちは確実に生きてるよね。これは完全に後付けでしょ。うん。で、まあ、前の様子。あ、そうそう、イグロさんのね、はい、夏場は暑そうっていうのは冷房がないんで、冬場しか走らない。そうなんです。夏場はね、これまだはめ殺しでしたからね、確かね。なんか冬場しか走らないんですよ、この電車はね。だってあの空調が何もないの。ハノバーがいかに涼しいかってことですね。あ、はい、あ、そうか、そういうことしました。 NFB の革、あ、この黒いやつはそうかもしれないですね。これね、これです。さっきのは飾りで残してるのかもしれないね、軽電機のやつはね、うん、もしかしたらね、多分あの外した後だとちょっと生々しいっていうのがあるかもしれない。ということで、これね、道路の向こう側にクロスポイントがあるんですよ。だからこれ、あ、あ、そうか、横断歩道の、はい、横断歩道の奥にクロスポイントがあるので、ダイヤによってはここが右側通行になることがありますね。我々も出た時右側通行で出て、この先に入ってからクロスポイントでぐっと左に行きましたので。ということ、イグロさん我慢大会ができそう。はい、リアクション芸人のサンダ電車。ということで、じゃあこの次の動画を見ていただきたいと思います。坂さん、空調設備が一切ついていない21世紀最新のエコカーということで、はい、バイ箱根登山の落合くん。エヴァ車庫ですね。はい、
あ、ポイントが動く様子を撮ってあります。ご覧ください。いいですね。すぐ電車のすぐ横まで行けるっていうのがいいですよ。動画のボリュームももうちょっと上げられないですか。おい、こんな感じですね。なんか喋ってる声が、はい、今動いた、今動いた、分かった。もう一回戻そうかな。はい、なんか、いや、あのポイントを渡る音はなんかかすかに、まあ、分かりましたよ、はい、あの、はい、ただプラレールさんと僕の動画の中の2人の声が拾われてないよ。ああ、これでどうかな。空調も音の一部ですからね。そういうのはやっぱ認められないんだろうな、音鉄としてはね。ただあの釣りかけ音、釣りかけ音がちゃんと聞こえないってことだ。、ね、この片言行く音もいいですね。何来ても何見てもいいねいいね言ってる私。あの割るタイプ、これね、これ陽介さんと議論になりましたね。おそらく、なりこさん、おそらく、この車庫の入り口のところが、たぶん、テコ扱い場にもなってたと思うので、たぶんそこで操作されてるんだろうなとは思うんですけど、うん、そこらへんね、わからないままなんですが、ちょっと、おそらくみたいな話ばっかりでしてます。こっちに決まってんじゃん。あ、俺白芝待機してるんだ、これ。多分このレックスは、うん、宮島に行かない。うん、だからこの休憩灯向けの、はい、低操作、まあ、当分だからエヴァ発着はね、ちょっと無理ぽなんだよね。どっか途中で折り返すところを作るかもしれないね、白芝だと。はい、さっき乗ったハノーバー、これがさっき乗ってきたやつですよ。そうです、いい形してますね。真ん中にほら台車が1個あるだけだもん ね。それにしては乗り心地、あの揺れが少なかったもんね。うん、ね、とてもしかし、あの木の椅子と相まって今でもハノーバーではこの意外にね、あ、一軸二軸単車を前提とした配線っていうのがヨーロッパにたくさんあって、あ、香港とかもそうだよね、急カーブが多いんだよ。そっか、これ、うん、こういう構造だったら急カーブ、うん、そうそう、だから前提のところでさ、ものすごい半径の小さいループ線で戻ってきたりするんだよ。これが要はボギー車だと、そうボギー車だともうはみ出てこすったりする。700とか800とかみたいな感じになっちゃうと、うん、そう向こう行ってみようか。はい、黒城さん、こんばんは。まあまあ、ね、ハノーバーがいかに涼しいかってことだよ。同じこと言ってる。ハノーバーは涼しいとこだから別に空調はいらねえ。うん。ってなわけで、じゃあさっきね、白島線に直通する、線型レックスがありましたので、それにね、飛び乗るというところから、はい、ご覧いただきたいと思います。そう、9番って書いてあったから、うわ、乗ろうぜってなっちゃった。そう息切らして乗ったとこです、これが。はい、
さっきとは全然乗り心地が違う、別物の乗り心地ですよね、いろんな意味でね。何か何か白島直通も乗らないとね。ちょっとカメラの位置が安定しません。ちょっと酔うような感じの方は、はい、目をそらしてくださいね。そうです、今白島線、本線から白島線に直通する、まあ、実験的なね、1時間に1本だっけな、それくらいの割合で、あります。本数はそんなに多い。そうです、実験的な感じだと思いますね。VVVF 最高ですな、はい、これね、本当はあの走り出すときに滑るように走り出すんですよね。そうですね、うん、スーッと動くし、あのガクンっていう感じもないし、これは見事ですよ。はい、線型です。これ線型って連接車だけどワンマン車。そうです、だから大きさ的には、ボギー車の大型車と同じかな。2連接、3連接、うん、いわゆるコンビーノっていうタイプです。あの中間車が浮いてるタイプですね。あ、はい、あ、鹿児島市内の線型と同じですね、うん、うちが乗った時は白島線だけは運賃が安かったからね、うん、今でもそうです。白島線乗り切りは110円、あと市内は160円、パスピーで乗ると150円。なんかインバーターの音そんなに大きく聞こえないけど、キサラ君よく聞き取れるね。トゥ、今トゥーっていうあれが、いや、ここでさ、あ、ちょっと今バックに音楽が入ってんな。ちょっとごめんなさいね。ちょっと中断してバックの音楽止めます。はい。ゆうすけさん、この時にほらブレーキの音かなとか言ってたやつがあるじゃん。それ私わからないままだったんですけどね。いや、僕も最初すぐには分かんなかったですよ、うん、で、こう止まる瞬間になんかギュッて音がするんですよ。これが一体何の音なのかなっていうのをしばし考えてでもなんかね、初日のうちでは結論には至らなかったような気がするんですけど、うん、緑信号さん分かるんだ、 IGBT 車。はい、ジョイフルギター。え、田中さん、昔なるほど回るのね。広島の広電の最低運賃が市内電車の均一運賃が紹介されて、思わず白芝線は安いのをテレビに作り入れたのが昔イコカというかパスピーだと10円引きになるんですけど、はい、でそれ以外の IC カードは使えません。はい、はい、パスピーとイコカだけ、はい、電星から空星に切り替わる、ゾウカとかピタパは使えません、はい、速度センサーレス制御のノイズ、あれジョイフルありましたっけ。今あったよデニーズとか違ってない。いや、今ジョイフルです。もう戻すことはしませんけど、ありましたよ。そういえば東京にジョイフルが来るとか、ちょっとしたニュースになってますね。もうツイッターとかウェブのニュースなんでやねん。なんでやねん。私は近所のジョイフルには行かないんですけどね。でも赤坂に出店したんで、うん、でも
賃料地価の関係で、はい、だいたいメニューはだいたい100円ぐらい、ほう高い、その地域よりは高いみたいな話をしてました。そう、なりこさん、そうだ、パスモもダメなんですよ。木更さん、それこの線型の話、いや、ヒロデンのその IC カードの話ですよ。いやいやいや、キサラさんの快晴発電ブレーキ限定 IC カード、あのクマモの IC カードみたいなやつです。いやいやいや、キサラさんの言ってるのは快晴発電ブレーキの話してるじゃん。何言ってるかよく分からない私も分からない坂さん、なぜかうどんのウエストが徒歩圏内にあるんですか。4月からジョイフルで、あ、そうだね、そうだね、ジョイフルはさっきの1件だけだったと思いますね。あ、まず本州にあるという時点でね、うん、あの山口だと何件かありますけど、あの下関ボード、広島まで、広島までかな、あのさっきの IC カードの話に戻りますけど、はい、あの広島はパスピーっていう IC カードがあって、その地域限定の IC カードですよね、はい、だから熊本でいう熊本の IC カードとか、鹿児島でいうラピカみたいなやつ、地域限定の IC カードで、はい、あのいわゆる全国総合利用ができる、あの10種類の中に入ってるのとはまた別物のやつです、うん、ちびらんちゃん、そういう場面も出てきます今後長々と動画がありますが、そういう場面も出てきます黒帯さん、ジョイフルもないウエストもない、でもロイホがロイホも九州のファミレス、ロイホの方がいいな、ジョイフルよりも。でも高い。でもジョイフル行ってさ、食べた後なんか食べたような気がしないんですよ私あれ今何食べたんだっけみたいな感じ、まあね、出てくるって何食べたんだっけみたいな感じになるんだよねはい、そう、黒です、そう、肩乗り入れとしてヒロデンと、あとだからアストラムラインで使えたんですよね。だから逆に、ああ、はあ、はあ、はいはいはい、 JR にパスピーっていうのは乗れない、うん、そうか、イグロさん、天理インターの近くにジョイフルあるよ社長が、まあいいやこの揺れ方分かります？さっきの200ハノーバー電車とはその揺れ方が違うんですよね。きっと200型の方がね、バネや柔らかいんだと思う。で、1000型の方はバネが硬い感じですね。ハマテラさん、セレブだな軽い感じ、うん、ドバシャまで来ましたね、うん、これ最近流行りのさ、このそうそう揺れが細かいというね、その揺れの細かさとかを吸収しちゃうカメラがあるじゃんなんとかって、あれを使うと今のような違いって出てこれないんですよね揺れで床をする、ディスクブレーキを油圧で動かすディスクブレーキと電車の発電回生ブレーキを利用した。わかった。はあ、なるほどね。それを切り替えるんだ。先代のヒロデンの社長ね、そうでしたね。ごたごた起こした人ですよね。そうそう、空間手ブレ補正ね。
空間手ぶれ補正だと吸収しそうです。だからあの乗り心地のね差とか分からなくなっちゃうと思うんだな、あれだと。あ、ジャフ会員だと常に 10% 引きなのでほらこの感じ、この感じ。これ広電の醍醐味ですね、これが。で、十日市町は、曲がった先にね片面ずつ、ホームがあるという、そういう、停留所ですね。あのね、ソニー私おすすめしません。少なくともこの配信にはね向かないカメラだと思います。へえ、はい。例えばあれだとね、あ、じゃあちょっとこの後出てきますね、それはね。カメラの違いっていうのがはっきり出てきます。ディスクブレーキを使用したいのが純電気ブレーキとか全電気ブレーキとか。原爆ドーム。でも多分でも最新の車両だったら基本ディスクブレーキ基本ついてるでしょうね。はい、相生橋です。多分線型は間違いなくディスクブレーキついてる。はい。東海町は西とか東区は作らなかった、はい、そうです。曲がった先に1個ずつ3箇所にあります。で、神谷町ってのは、西と東だからこの本線走ってると神谷町続いて神谷町って言ってたんですよ昔。郡本と郡本南側。ああ、そういうこと、そういうこと、そういうことです。今の VTR で発見。そうだよ、東海市町の交差点7号系統独自の渡り線があるじゃん。何言ってんですか。何、あれ復活したんですね。前線路ちょっと一部潰してましたが、7号線を復活させるにあたってまたそのポイントも復活させましたから。あら、だからさ、今の見ないふりしとけばよかったな。神谷町西東。いや、そのね、その話もまたね、いろいろ出てきますよ。神谷町西東より短いとこありますからね、ここ。はい。神谷町西。神谷町西。あ、鳴らした、今鳴らした。ブヒーって言ったよね。坂さん、どうせうちが取り直さなきゃいけないが一つぐらい増えたって、はい、で今5000が入ったでしょ。で5000の後に今度は1000が入るんです。さっきちびらんちゃんがおっしゃったような事態が発生してます。で1000がすぐ後につけないんですよ。でギリギリまでつけてなんとか扉を今引っ掛けました。こういう状態ですね。この電車は八丁堀経由白島行きです。神谷町に調べますと神谷町東、館町、八丁堀、序幕院前と停車いたします。この動画編集してるところでね、もうチラ見するだけで何型か分かるようになりました。奥川君、路面電車で島式ホームってかなり少数派というかほとんどなくありますね。ない、うん、ない。あの終点以外にはないと思います。
終点以外にはないと思います。島式っていうか、その要は伏線の間にホームが入っていく、真ん中にホームがある。そうそうそう、それはうん、それは終点、さっきの横側の時そうですよね。それ以外はないと思いますね。だって基本真ん中だと幅がそんなに取れないし、外地危ないし、ね、うん、法令でね、左から乗り降りしなきゃいけないことになってんです。あ、うん、なるほど、うん、だからね、そのこの後私また指摘しますけど、白島線の問題がそこに一つあるんですよね。確かに、うん、路面電車乗ってて右側から降りたことってないかも、うん、終点以外ではないと思います。黒部さん、車体調統一って何できたかね。そうです、これ単車だと楽々なんですよ、うん、レックス長いから。だからさっきほらレックスが5000の後につけようとした時にちょっと一回止まったでしょ、はい、でそれから前にグーッと入るじゃない、うん、あれってもう普通鉄道と同じやり方なんですよね、停車の仕方。広島一路半壊、詰めるだけ詰めようというわけですよ、最後いきなり詰めたり、いきなり直前まで持っていったりしないんです。3056からさ、京阪を路面電車とか考えたら石山行けまあ京阪も路面電車から出発した鉄道ですからね。関西私鉄はあらかたそうですよね、南海以外は。シビランツ、そうだ、岡山あるね。なんだっけ、分岐する世紀橋だっけ、世紀橋ってところ。岡山全く分かんない。そう、ありました、ありました、失礼しました、ありました。乗り換えの便を図るために島式にしたんだ。はい、アナウンスをお聞きください。次は広島駅方面乗り換えって言いました。はい、そうです。案内聞いておきくださいね。広島駅方面には行きません、ここから白島線方向に行くわけですよね。はい、はい、後面展望と一緒に撮っております。左上が後面展望、後ろ面を見ております。デパートの金ばかり、まだにお買いにやさい黒田投手なんだろうか。確認してません。はい、白芝線入りました。今一旦停止したのは、ポイントのための一旦停止ですね。路面電車の単線はね、あっちこっちあったんですよね。今もあるかな、豊橋にありますね。
それから高岡にもありますな。富山にもありますね。ライトレール。そう、うん、ライトレール。富山の、うん。セントランもそうですね。単線区間があります。市内も。あ、そっか。大浦天主堂から石橋が単線。そうだね。はい、長崎もありますね。独立してるし。熊本市電のあの田崎橋のところは単線と書いてる本がありますけど、あれは単線じゃないですね。あ、土佐電、ありますね。単線区間ありますね。あの伊野の方に行くと単線区間がありますね、うん、特殊自動閉塞ね、ありますよ。確か自動閉塞のところがありますね。これ併用軌道特殊閉塞、自動閉塞やってるところがあるのか。森信吾さん、私は鉄道は面倒なことに1067でないといけなかったんですよね。わかりません。鉄道は一部が併用軌道であれば軌道であるという反法律違反的なことをして、それはわからない私には。機関が、軌道法か鉄道、地方鉄道法かの違いになってるかどうかってことは私は分からない。私も、うん、標準機で地方鉄道法で作ったところもありますからね。ただその当時どうだったか私は分かんないですね。そもそもまず路面電車に自動閉塞という概念があるのかな。なんか時間感覚とかそういうやつじゃないかな。トロコン使えば自動計測できるじゃん。で、まあ、要は自動閉塞と特殊自動閉塞っていうのは要はあの駅間にある閉塞があるかないかというだけの話で、うん、で市電でいう信号、あの路面電車でいう信号っていわゆるあの道路の信号一緒じゃない、うん、だからあれは源氏なんだよね。鉄道的に言うと道路信号ってのは源氏であって源氏信号なわけですね。空間とかこう距離の感覚じゃなくて時間感覚っていう考えですよね。そうそう、うん、出発信号はないんですよね。あのそういう意味で広電は、黄色の矢印を出発信号的に扱ってるところがある、うん、まあ、実際道路をあの自動車学校でも習うじゃないですか、うん、黄色の矢印って路面電車用のやつだって、はい、土佐電話タブレットという閉塞ですね。うん、タブレットです、土佐電話。信号機に閉塞表示が入ってるのかな。わあ、わかんないな。キサラ君が喋ってることはあのマニアックすぎてね、うんうん、そうそう、わからない、ついていけないんですよ。なかなかついていきません。え、でもそれがいいので、それがいいので、ツイートをためらないでね。停車場間一閉塞となると特殊自動閉塞じゃないですよね。だそうしたら続行運転の考え方が難しくなるんですよね。例えば土佐電とか、うん、土佐電とかだと続行運転するので、昔、岐阜もそうでしたね。単線区間で続行運転の時は、なんか特殊な方法を使ってました。福岡もそうですね。はい、ということで、終点の白島到着でございます。そうです、そうです。あのこの後写真で出てきますけど、いきなりレールが終わってるんですね。それ見てみましょうね。いきなりレールが終わってるっていうね。だから一掃したらそのままね、あの交差点の中に突っ込んでいくっていう。
これこれこれ。車止めなんてねえんだよ。中古って。じゃあ。そもそも、そんな専用軌道で車止め置いてあるところって、なくない？見軍鉢にもないでしょ？よっと、どこまで行ったかなと。さっきのエヴァの車庫のところからちょっと話を戻しつつ写真をご紹介していきたいと思います。タカさんなんですか、岐阜の続行運転を体験したくてわざわざ後ろの電車に乗って同じことしてるよ、私と私と同じことしてるよ同じこと考えてあんのでこれが はい、また後ほど、はい、ありがとうございました。また、はい、これね、面白いことに、これですね、エヴァの車庫の横にはこれ広子のバスかな、いや広電バスか、広電のバス、はい、広電のバスがあって、そのバス専用の矢印がこう出てるんですね。白矢印、青矢印が、そう、青矢印は車のやつだからね、はい、そうです。でここにバス専用ってのが面白いですね、これね。あ、そうだった、はい、だからこれ乗用車も通ってたけど、乗用車はこの矢印に従わなくていいのかなどういうことなんだろうね、これね。でもこの矢印はこのバスの場内、まあここが営業所かどうかわかんないけど、うん、この場内に入れるってこと、これはここに、だから通勤で来る、うん、運転手さんって大体自家用車で乗ってくるときは、ここ自家用車止まってるから、ね、このバス専用の信号は無視して入っていってくるかしらで、このここ場内の出入りのところで関係してるのか、これ単なる交通信号なのか、ちょっと私は分かりませんでしたね。バス専用って書いてあるのか、そう、マダムジョイ、はい、マダムジョイです。でこれ、このバス専用の矢印に従って広電バスがその車庫に入っていくところですね、これが。なるほどね。でその、手前には電車専用があって、これが、直進か右に曲がるかの、矢印が出るんですよね。でこれが黄色い、だこれが、まあ、いわゆる出発信号のような役なわけでさ、入庫の時のね、そういうことですよね、入庫の場合の出発信号ですね。あはは、そうか、バス用のね、そっかそっか。これですね、これアップにして撮ってるの、この矢印の様子がよく見えるように陽介さんが撮ったやつですね、これは。あ、そっか、左がまっすぐ向いてますね。はい、はい、で横入っていくとですね、この車庫の中に入ってた758ってね、これ結構レア車両なんですわね。朝しか運転してない。残念、750型には乗れませんでしたね、今回ね。見れました？見れてます。ああ、はい。たまたま偶然映ってる動画の中に入ってたり、確かしてるはずです。で、車庫のお尻の方にはこのレールがはみ出てたり、それから架線がはみ出てたりするところがこう映ってますね。こうレールがチラチラチラっとこう見えて、上架線がこう出てて。で、これです。白島。はい。レックス。レックスはね、そう、R ではなくて L なんですよ、チビランチャーさんね。よろしくお願いします。多分 R って恐竜になっちゃった、ね。レックス。X。で、このね、この LED の行き先はね、困ったことに、この、チカチカしてるもんですからね。写真撮るとね、困っちゃうんですよね。そう、シャッタースピードを遅くすると、ちゃんと映るらしいんですけど、まあ、仕方がないですね、これは。はい。ということで、線型の中の行き先がこう白島行きになってますよという写真ですね。うん、それから、乗り換え停留所がね、いくつか指定されてて、まあ、分岐の分、路線が分岐してる停留所は、このように乗り換えなんですけども、まあ、土橋、東海地町、的場町、八丁堀、それから、南町6丁目、
でね、まあ、神谷町西東そうなんですけど、あと面白いことにね、宇品2丁目これ分岐してませんね。それから日赤病院前、広電本社前、これがね乗り換え指定なんですね。要はそこ止まりの列車があるからってこと、そういうことです。宇品2丁目で折り返す、3系統があります。まあそうですよね、はい、でそれから日赤病院前ってのはこれは入庫系統ですね、0番はい。行き先狙うが行き先学会では結構ツイッターでありますよ。なるほどね。だからこの今回は日赤病院行きっていうのはついに見ることができませんでしたが、日赤病院行きになってて、で広電本社の、停留所の手前から線路が分かれてますので、車庫に行く線路が、なので、ダイレクトに入庫するってことですね。0番の広電前行きはありましたね、はいはい、そうですね。それには乗っておりますので、また後ほど、動画が出てくると思います。これが後面展望かな、線型の後面展望ですね。殺意殺意じゃん。10分の1のシャッタースピードで撮るってことか。10分の1の殺意って何だろうと思って、なんか漫画ネタから、アニメネタからと思ったんですけど、ライトノベルありそうだよね。10分の1の殺意10分の1のシャッタースピードな。10分の1とかにするとさ、もうもろ手ぶれが映っちゃうんだね。そしたらだから普通にこうやって取りまくるときには10分の1とかにするとね、もう完全にブレて使い物にならなくなってくる。ああ、うん、そっか。そう、手ぶれ補正とか。字幕にこだわるあまりってことね。そうそう、字幕にこだわる人は字幕取るときにその切り替えをするといいんじゃないかな。これ線型のコンソールです。パソコン画面みたいな、タブレットが置いてあるんじゃないかっていうね、このところにね。これね、タブレットが置いてあって、スピードメーターがあってみたいな。なんかもう完全にこれヨーロッパの車両です。そうで、これマスコンですよ。これこのピョコッと出た、あ、そうか、右手のワンハンドル、ワンハンドル、もう非常にその指先だけでね、へこへこっとこうやる感じの軽い感じで運転してましたね。でこれが本線です。土橋のところを、土橋の停留所をまっすぐ行きますけども、よいしょ。でここも見えてますね。ここのところが小網町の電停が、まあ後ほど、動画でも出てきますが、ここは小網町の電停です。356マスコン折れそう。もうね、このなんていうの、路面軌道がこう交差して交わってくるとかね、もう萌え萌えポイントなんですよね、私にとってはね。結局プラレールさんのね、はい、萌えのツボが3日間経っても、いや、全く理解ない。あ、そうですか。カントなしで曲がってくんだよ。すごいじゃないですか。あ、そうか。タブレットを急カーブだったらカントあってしかるで、ものすごい急カーブなのにカントなんて当然つけられませんから、ここをねフランジだけでレールこすって曲がってくるんですから、すごいですよね。うん、言われてみる。わかりました。でこれ、さっきちびらんちゃんの話とね、よいしょ、これね、いまだにちょっと私理解できないんですが、実験だったんですよね。これ、うん。これがね、さっきの西、神谷町西という長い電停があって、60メートルあるのかな。だから、連接車を2台止められるようになってるんですけども、前に電車があって、後ろに電車が止めるでしょ。そして、後ろの電車で客扱いした後、前に動かして、もう一回客扱い、今までしてたのを、もう客扱いせずに行っちゃいますよっていうことだと思うんですよ、これは。特に、7時45分から9時の間においてということは、その混雑してると電車が渋滞するんですよね、ここできっと。あ、うん、そうか、後ろで扱って、また前で扱ってってなるとそうなる、はい、そうです。だから神谷町西から、宇品方面に、右折する電車っていうのは、後ろに止まった場合はもう1階の客扱いで前行っちゃいますよと。
すると電車前に出せるから、この1両目の電車の前に車体を出せるので、2台目で3台目の入り口が引っかかるんですよ。すると運転士側だけで客扱いできるんですよ。それがさっきの1個。そう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 、そういうことになるわけです。でその様子はね、また別の絵で、運転台だけで客扱いする場面が何回かこの後出てきますので、それまたご覧いただきたいと思います。まあ、これここでね、ごちゃごちゃ書いてあるんですが、なかなかこれ言ってる意味がよくわからないんですよね。これ読むだけだとね。うん。電車は前に出て一旦停車いたしますが、乗車扱いせずにそのまま出発しますと。だから止まったところで乗ってねってそういうことですね。で、これは、後ろから来てる、そうですね、ここら辺までかな。まあ、この電車の混み具合、あ、戻りました、いらっしゃいませ。この混み具合の面白さをご覧くださいねということですね。じゃあ、ちょっと次の動画に行きましょうか。はい。はい。黒帯さん、お風呂早かったですね。はい。うん、おい。まだ2本ですかね。じゃあ、白島から八丁堀。で、八丁堀からね、街の様子を見たりしてますので、そこも続けてご覧、しましたね、はい、ご覧いただきましょう。はい、白島からね、元京都市電に乗ることができました。西鉄バスを見習った広田さんですか。ハイブローのアカウントを、お、車掌のバイトね、いいね。乗務員はバイトでやらしちゃダメよ。なりこさん、後続の電車から先行の電車に乗り換える人は次の電車まで走ってね。走って。後続の電車から前の電車に乗るっつうのはもうしないでねって思ってた。え、ポールじゃないですよ。これ Z パンタです。はい。はい、京都市電。今や。なんか聞いたことあるかもしれないな。京都市電の車両をカフェに使ってる。今やね、広島時代の方が長くなりましたからね。広電の面接の中間車にいる車掌、基本バイトでしたよ。今回バイトいなかったね。バイトの車掌、あ、二人乗務のバイト、あの車掌はいなかったね、そういえば。ですよね。うん、一人乗務だったね、どれも。昔は本当二人乗務、車掌が二人乗務っていうのが結構あったけど、今回はなかった。あ、この日暑かったんだ。だから空調がかかってる。初日だけ暑かった。暑かった。雨だ、広い。ついてバイトのために向かいの春から広島まで行くのか。1900型乗る機会多くなかった。お、多かったですね。この後何回も乗ってます。ちっちゃな頃から塾で田舎を出てきたよ。そういう。
本当主力車だと思います。あの京都大阪が主力車の一角を占めてますね。そうね、何気に広電の主力車。あの3号線なんかよく見かけてましたね。900型もこれもね。そうですね。3番になんか、はい、3番によく入ってましたね。緑信号さん、空調と聞いて体が勝手に反応してしまう。これ空調だもんね。ちゃんと釣りかけの音も入ってますよ。ほら後ろから来る車のこの行儀の良さ。確かにね、あの右折しようとしてる車はほら、ね、きっちりと左側に沿ってそれから右折したもんね。ヒロネーの車掌は列車ボボやドラッカーをする運賃収集ね、そういうことだったら理解できる。あ、でもそうか、確かに車掌の定義としてドア扱いするかどうかっていう。そうだね、ありますかね。は、今のはスプリングでしたね。八丁堀のコロコはスプリング。あ、そうか、はい、でも続いてちょっと運転に関しては、はい、前ドアは運転士が開けてたで、うん、後ろドアは車掌が使ってた。そうです、そうです、別々です、別々でした。でここ、八丁堀を歩いております。でこれがこの分岐線が結構キーになる。発情ね。やめなさい。はい、これ神谷町です。京葉線乗り場はどこって神谷町に立ってればなんかずっと1時間ぐらい飽きずに見続けてる感じだね。車両がいろいろありますからね。うん、この5100型にしてもこうラッピングが編成によっていろいろ違うし、うん、これはあのカープラッピングですけど、うん、それを今写真あの中にいる人も写真撮ってたねこれね。ちょうどねあのプロ野球 の公式戦開幕直前でしたから。そうそう、行ったとか開幕日でしたよ。あ、開幕日っていうかこの日からね始まりましたからね、いやだからそうそう、行った日がちょうどあのマツダスタジアムで広島対ソフトバンク戦をやってた日だったんです、はい、そうそうそう。んでさっきのがここだな。はい、エヴァ発白島行き、これが当然ながら白島からはあれちょっと待って曲あ、エヴァ行きか。エヴァ、もちろんエヴァ行きとして折り返さないと白島線で溜まっちゃいますからね。あ、そうか。あの線、白島線内折り返しで連接車が入るってことは基本ない。ないってことですよね。はい。だからこれ逆にどういうふうに運用するのか、この逆は乗ってませんからね。すぐにこれ乗ればよかったんですけど、私らはこの後あのお好み焼きを食いに行ったので
白島で降りたら、あのお昼だったんでね、はい、お好み焼きをこの後食べてますので、でこれには乗らずに写真だけ撮って食べて戻ってきたら、この、1900型、はい、元の、京都市電だったということです。タイムラインでは女の子からおばあちゃんまでのモデルのファッションショーというかまあそういうことですよね。でもおばあちゃんもなんか1時間でも飽きませんよ、うん、このおばあちゃんのなかなか、いい感じのおばあちゃんですね、この。あ、そうですね、うん、広でなんかハイカラなおばあちゃん、ハイカラなあの品のいい感じのおばあちゃんですで、そう、これ、このポールだね。このこと言ってたんだね。さっきのその車止めはね。このことだと思いますね。このレールの先にあるのがこれ一本立ってるだけっていう。あ、一応これが車止めっていう体なんですか。うん、まあ、止められないけどね、こんなもんじゃね。そもそもまず、一掃した時に。非常に車止め置いていいのかっていう話です。うん。一応ね、レールの先がギュッと上に上がったりしてるけど、あんなもんじゃ止まりませんからね。暴走した時にはね。はい、こんなものは止まりませんから、はい、で、京都市電、昭和53年広電移籍だから、もう広電に移籍してからの方が長いんですよ、京都市電の。53年ってことは、うん、生まれる6年前だから、もう88年か、36、7年、はいはいはい、ですか、はい、で京都市電にいたのがね20年いませんからね、はいもうすぐ、うん、したらもうあと3、4年で還暦ですか、はい、うん、です。あのポール、キサラさん、これポールじゃないんですよ、これポー、どこをポールって呼んでんのかな、これは Z パンタ、この赤いポール、あ、このこと、このことなのね、ポールってのはね、はい、まさかパンタグポール巻きとは思ってないんでしょうかパンタグラフ、 Z パンタ、それからポールってのはその終電装置のことかと思ったのよ。ポール終電、今ポール終電してる電鉄会社ないですからね。はい。で、このでっかいマスコンね。ガチャガチャガチャっと切り替える。やっぱりやっぱりこの赤い棒ですって。はい。ありがとうございます。で、これが、車内です。こんな感じ。ザッツ釣りかけちゃうんですね、はいはい、全員スマホ見てるっていうね、前のおばさん以外全員スマホ見てるっていう。ちなみにあの広電は全車両、はい、Wi-Fi アンテナ立ちます。あ、そうなんの。au の Wi-Fi 使いますそうなんだ。はい、あのステッカー貼ってありますよau に入ってなきゃいけないんだな、じゃあね、うん、じゃあ私も au ユーザーなんですけどあのパスワード忘れたらアクセスできないはい。で、これが八丁堀の、連絡線部分ですね。無機乗電車ね。関西電力はポールじゃなかった。あれポールです、ポールです。トロリーバス、はい、トロリーバスですね。あれバスの、私にとってはバスですから、あれは。無機乗電車って言うけど。そう、なるほどね。鉄道法で言うと、ね、そう、鉄道法的に言うと電車なんですよ、あれね。で私にとってはバスですから。あれは私にとってはバスです。これが、八丁堀の、まあ、前は連絡線と言われてて、今はね、その本線に直通する電車の線路でございます。はい、確かによく考えてみたら、はい、一方向にしか合流できないですよね。そうです。だから広島駅方向には行かないってことですね。あれ？そっか。黒帯さん、福屋デパートの垂れ幕、頑張れカープになってた。あ、本当だ。頑張れパ、頑張れパ、カープ。あら、戻っちゃった。あれ？どこだっけ？ここだな。はい。au 以外にもなんかあったような気はするけど、まあ自分が au ユーザーなんで。はい。ちょっとした豆知識を言うと、昔ここにね、白線を引いただけの電停があったんですよ。今はなくなってますけど。だから、この右側にいる、この京都市電が止まってる側にホームがあるんですけども、
このホームと反対側のここに白線が引いただけのホームがあって、ここにも白線の跡がありますけど、じゃあそこが そうここに止めて扱いしてたことがあるんです。今から来た列車の福島線に行くやつの乗り場だったと、はいはい、そうです、そうです。だから直通電車がなくって、ここまでは回送で転がしてきて、で最初はここに入らなきゃいけないじゃないですか。あ、そう、船内を理解すればそこからそうそう、最初の1本目はね、今は客扱いで直通で入ってきますけど、ゼロで入ゼロの階層で入ってきたのがここまで入ってきて、で線路上で客扱いしてたんですよ。あ、その最初のね始発だけはね。という話です。私はそれ確認したことがないので分かりませんが、してたそうです。まあこの、刺激キックス懐かしいな。刺激キックス今はとてもじゃないけど食べれないですけど。で、でこれが、じゃ八丁堀の、交差点をちょこちょこっと歩いて、そうそう、これがあの広電をね紹介するような写真でよく出てきます。出てきますね、はい、はい、この絵をちょっと撮りに行ってますので、ご覧いただきたいと思います。1日目です。初日、はい、じゃあ初日の夕方ぐらいです。はい、だからさっきの白島線を乗った流れでここに来てます。右側が陽介さんのカメラ、左側が私のキャノン、はい、私のカメラはそのサンダーのスコブル不評みたいなソニー製のハンディカップになります。私はキャノン製のキャノンさんのなんだっけカメラです。3056からさんの路面電車の架線は吊ってある方が好きです。え、吊ってな、ああ吊ってないのがあるね。そういえばね、センターポールって言ってね、うん、広島は広ければセンターポールが一部かな、一部でやってる、宇品のあたりでやってる。でもこうやってあの本数が多かったりとか、うん、規模がでかかったりするとセンターポールは逆に難しいかもしれない。あ、見通しがね悪くなっちゃうのよね。すっきりはするんだけど、うん、結局真ん中に立ててしまうと逆に車が通りづらくなっちゃいますよね、うん、そうなんだ。ソニーはね、絵を動かすと串状のノイズが入るんですよ、画像の方に。あ、分かった、これ、うん、これ撮った瞬間モニターがね、うん、完全にボケてたんですよ。そうそう、それ直したじゃない、直した後の、うん、そうそう、直した後の絵ですよこれ、うん、でこれ見通しで言うとね、神谷町原爆ドームあたりまで、私の方ですね、原爆ドームあたりまで見えてますね。神谷町西かな、この日はもやってまして、あまり見通しが効かないんですが、それでもこんだけ見通せます。いや、車両中心で撮ってませんって言われると僕全く何も考えてなかったです。ドントシンクフィールですよ。この時間帯はねちょっと
ロケハンっていう感じで行ったんですよ。そうです。うん、あの本ちゃんが翌日の朝。そうです。平日朝の、まあ、多分これ以上にもっと列車がブワーって並んでるんだろうなという想像だったんですよね。そうそう、よいしょ、あれ、よ、よいしょ。てなわけでもう一個あるな。八丁堀でね、白島線に入線している線型だな、線型の様子を撮ってますので、それも続けてご覧いただきたいと思います。これ今福屋デパートの前かな。デパートのその搬入口のところから撮ってるのかな。止まるんですね、ちょうど。そうするとあのポイントが左に開く。ほら、電車の矢印が左に出てます。選挙ね、これはしょうがないですね。乗せればいいんだよね、本当は。同じこと何度も言ってる。実験やってるのってこれですか。で、今、大阪市電が大阪市電が八丁堀の折り返しが止まりました。てなわけでございます。はい、わわわわ、でこの八丁堀で撮った、いろんな電車の写真をちょっとご覧いただけたいと思います。選挙ですよ、ちょうど、統一地方選挙の前哨戦で、なんかそういうほら運動員の人たちもたくさん立ってたじゃん。でしたっけ、うん、なんか違ったような気がするけど。で今さ、なんかさっき の、 その演説してる人もなんかそういうことを言ってたよ。なんて言ってたのか聞いてないけど、うん、知ったこっちゃないですか。グリーンライナー3950、ね、でこの長さ、これ、さっきのね、例えば5000とかになると台車がね一つ少なくて済むんですね、これ。よくよく考えると、確かに台車4つですもんね。三連接車っていうのは台車が4つ。はい、でこれはさっきの歩道橋からこう、遠方を抜いた絵ですね。ここが、はい、ここが恵比寿町、ここが八丁堀、ここが八丁堀、ここが立町、ここ立町、神谷町の東、ぐーっと神谷町の東、それからこの向こうに神谷町の西、分
かね。それからここのところに、原爆ドーム前があって、この奥に、ちらっともう相生橋が見えてるという、見通しはいいんですけど、ちょっともやってたので、まあ、こんな感じですね。でしたね、はい。でこれ歩道橋から見下ろした電車の数々、まあ広島らしいですね、これは本当にですね、もう市電が健在というか、ね、このこう幅を利かせてるというかザーッとつながってくる感じがいいですね。これは、歩道にポッと埋め込んであった電車の、タイルですね。気づかなかった。こう歩道、どこだったかな、なんかデパートの前あたりだったと思います。そうか。白島直通もね、ちゃんと時間が発表されてますので、それをご覧いただけるとね、分かると思います。広島電鉄のホームページ見たら、はい、見れますから、はい、ちゃんと時刻が載ってます。このグリーンムーバー、これ800かな、はい、800です。手前側が恵比寿町、奥に見えてるのが金山町です。そしてこの銀の山と書いて金山町、ね、金町で、この歩道橋から撮りました。あ、そうそう、はい、さっきの動画とかですね、はい、さっきのね、バックさん、将来渡辺通りでもこういう光景は出てくる？いや、出てこないと思いますよ。渡辺通りに路面電車は通らないと思いますね、私は。でも昔は通ってたんでしょ。うん、はい、5100、5連節なんだけど、あ、違う、サーフレッチだね、うん、ビクトワール、なんだこりゃ、アンジェビオレ、アンジェビオレって何？あ、分かったね、ナデスコリーグのチームだ。へぇ、それかナデスコリーグかフットサルかのチーム。ここに台車、ここに台車、だから3箇所なんですよね。ああ、なるほどね、うん、でこれが真ん中に吊ってある、で吊ってある車両にパンタが乗っかってるっていうね。あ、そうか、そうか、そうですね。これは運転、ここの台車とパンタの距離感を全て合わせてあるために、おそらくこうなってるんだと思います。台車とパンタの距離を合わせてあるんですよ、どの車両を取っても。だから反対側に行くときはパンタ上げ直しますからね。後ろ側のパンタを上げてこっちに進む。それはトロコンとの距離のためにおそらく、ね、トロコンとの距離のためです。まあ海外には7連節もありますからね。7連節だと何メートルになるの？50メートル近くになるのかな？40何メートルかな？これで今30メートルですから、それだったら普通に普通20メートル級の車両2両とかでいいじゃん。ね、これ長くするのはね、鉄道線に乗り入れたりする。だからもう簡単に言うと壁線乗り入れみたいなイメージで、すると20分に1本壁線乗り入れみたいなのが長いのが来るとかね。要は乗り入れ先が単線なわけですね。だからお客を収容するために長い車両が必要になってくると。このね、道路に出ると信号一つで電車に乗れるというこの気楽さがいいんですよ。駅まで歩いて切符買って階段やエスカレーターでホームに行って電車を待つっていうのと比べるとね、はるかにそのなんていうのかな、敷居が低い。キーツンチンだからとりあえず乗りゃいい。そう、乗ればいい。行き先だけ間違えなければ、うんうん、だからおばあちゃんとかもすぐ乗れるし、仕事してる人も目の前の電車にパッと乗って街中のどこかに行けるってのは、これ違ってくる。あれですよね、はい、乗り換えも別に列車限定されてるわけじゃないですよね。うん、大津はね特任ですからね、あれは。
そうあれでしょ、あの、うん、地下鉄に直通する4両でしょ。しかもほら併用軌道上に停留所はつけられないし、あれだとね。紫でクマーラグリームーバー、はい、多分さっきのやつじゃないですか。そうで、地下にだから広島のその中心部には路面電車を地下に入れろっていう意見が前からあるんだけど、あの冷蔵庫さんとかもそういうこと言ってんだけど、私は反対ですね。路面電車は路面を走ってこそ価値があるんであって。なるほどね。だから大阪に自然、あの要はどこを通すかなんですよね。でも、あの、うん、この前空から日本を見てみようプラスで、はい、あの大阪やってたんですけど、うん、例えばあの大阪の市営地下鉄が地上を走ってるのは、はい、地盤が弱いからみたいな話してましたよ。ああ、の宮田の方をね、はい、あのどこだっけ、中央線とか弁天町とか、そうですね、中央線の方ですね、うん、まあ弱いっていうのと、その人が少ないから上通しちゃえってことだったんだろうと思う。でそういうことになったら広島もそうちゃいます、うん、広島も地盤弱いよ、うん、な三角巣ですからね、うん、宮崎にいる面、はい。だからなんだっけ、アストラムラインが地下ね、あれ無理くり通してるって感じだもんね、あれは。そっか、だから新白島まで地下ですからね、うん、うん、冷蔵庫は黙れって。冷蔵庫は黙れ。まあこんな感じで、なかなかここにいるとね、写真ネタが収まらなかったということですね。これはさっきの線型が白島行きを出してるんですけど、やはり線が入ってますな。はい、ちゅうことで、もう11時だな。もう少し行きますね。はい。はい。ではもう少し行ってみましょう。あ、ピッコラ。これは、神谷町東側の方ですね。神谷町東側から宇品方面からやってくる7号線、横川駅行きの行き先が出てますね。はい、で、高速化思想をお持ちのようですが、そう、早く、まあいいか。はい。で、3番線、宇品2丁目、広島駅ということで、じゃあ、ちょこっと、ここで楽しく写真を撮ったので、広島駅からね、広島港までのハイライト、これをご覧いただきましょうかね。広島駅から広島港ってことはこれ5番線です、はい、5番ですか。5番です。広島駅をねきちんと取材しなかったっけ、そういえば。確かに。でね、この後チェックインしたんですよ、ホテルへ。なので、的場町から電車に乗ってます。はい。実は的場町が一番ホテルに。そうなんです。近いんで、しかもここだったらね、うん、1番と5番で乗り場違うし。そうそうそう。ほら、乗り換えてくる人がいるんですね。これは神谷町の方から来た人です。はい。5番は反射しか走ってないですか。そうですね。線型、連接車は線型だけです。はい、でも、広島港へ着きます。まもなく着きます。いや、ハイライトっていうのは頭と尻だけ。そうです。あのね、この後ね、実は、フルで撮ったのがありますので、それはまた、来週、
流すことになると思います。これはカメラ、あのデジカメで撮ったやつなので、はい、ビデオカメラじゃなくてデジカメ、はい、いや、このノイズはね、これは800型かな、800型が出す VVVF のノイズだと思います。あ、チョッパだ、チョッパ制御のノイズ、はい、チョッパ音ですね、はい、ウィーンっていうのが800型の出すチョッパ音です。なかなかチョッパ車っていうのはね、はい、あのチョッパーって言ったら帽子かぶったあのトナカイとかじゃないですけど、はい、なかなか九州の人ってチョッパ車ってなかなか、あ、そうだね、親しみがないじゃないですか、うん、これあの運転台はこれですね、 両手でこうギューってやるタイプですね。そう、ここで今伊勢津区間を走っております。はい、この付近の線路が伊勢津だったんで、やっぱそうです。あ、福岡市営の線形。なるほど。ああ、はいはい。はい、空手長官。ああ、なるほどね。でも今はね、その線形もね、全部で VVVF になっちゃったんですよ。いや、T 型じゃなくてね、両方に L 型のがついてんですよ、ナリコさん。で、両方の L 型が同じように動くんです、この。あ、こういう。そうそう。だから、西鉄でいう6000型とか8000型みたいな、こんなんじゃなくて、こういうことですよ。そうそう。真ん中に T バーが立ってるんじゃなくて、両側から L がこう立ってるんですよ。L 型じゃ、T 型じゃないんですよ、これ。これ、広島港のね。この新駅ができた後に、元宇品口付近で線路移設しやがって。そうです。このね、広島港のね、この船の出入りがすごかったですね。先週、ここからね、船に乗った映像を見そうです。まあ、出たり入ったりね。これ今4倍速で回しております。切り返しが早い。これでしたっけね。そうです、今あの宮島に行くときに撮ったやつ、はい、後ろからのジェットで推進してるこれですね。あのキサラカーの方でチョッパーって言うと、あのワンピースのチョッパーしか知らないんだけどな、はい。あ、すみのりさん、ここから枝島行きに乗りましたと。初めて車ごと船に乗りまして緊張しました。ほんでもって、じゃあ宇品2丁目の話に行きましょうか。ここからね、はい、宇品2丁目、はい、宇品、ああれか、宇品2丁目というのはですね、そうです、折り返しが設定されたことによって、ここも乗り換え停留所に指定されてるというところですね。でね、なんとね、ちょっとこれ、おっとっとっと、これね、この1906、これね、運転手さんちょっと見ててね、これ私編集してて気づいたんですけど、これ、わかるかな、この運転手さん女性でしょ、でしたよね。で、この後ね、夜中にもう一回ここから乗ってるんですけど、その運転手さんも女性でしたよ。わかりましょう。1906、同じ車両に乗ってるんですよ。これと同じ車両に乗ってるの、この後。もしかして、うん、偶然。それまさかあのバスみたいにさ、バスの運転手さんみたいに、うん、今日はあの何号車で1日乗ってねみたいな。そうだと思います。だから航路が一緒なんですよ、車両と運転手さんの航路が。
豊橋の競輪場前的な感じですか。あ、そんな感じ、そんな感じ、はい。でね、その折り返しポイントでは必ずね、車両が一旦停止するんですよね。他の渡り線とは違って必ず一旦停止。これは広島港行きだからここで折り返しじゃないんだけど、はい、止まってましたね。はい、はい、水吉慎吾さんありがとうございました。折り返しじゃないんだけど、とにかくポイントの手前では必ず止まる。担当者割り当てっていうやつかな。写真がそんなわけない。こんなに次々に来ていいのっていうぐらい来るんですね。あ、ブレーキランプがあるってことにも気づ、夜初めて気づきましたね。あ、これ市電だったらみんなある。うん、広、あ、広市で広電ってブレーキランプつくんだみたいな方に。鹿児島市電にもあるし。うん、方向新規はないね、さすがに。香港に行くとね、あ、これこれこれ、これになろう、これなんですよ。そう、これも1900型だったと、うん。あれはずっと待つのかもしれないよ。そのでも一番を先に行かせるってことあり得るね。ほら1906、なんか同じものに乗ってんだよね、さっきとね。ああ、そうか。ほら1906でしょ。行き先がね、昼で前になったんですね。はい。昼で前。いいよ、乗りましょう。はい。あ、今井さんいらっしゃいませ。せっかく昼で前に連れてってくれるんだって。はい。折り返しの0番です。そう。ね、ブレーキランプがついてますね、これ。これ鹿児島でいうところの交通局内切ったことですね。まあそういうことですね。はい、では皆さん、入庫の様子、夜の入庫の様子ご覧ください。
はい、一気に二段渡り、はい、一気に通りましたね。はい、ガタガタガタっと一気に通します。おそらくあとその様子はね、また来週ご覧に入れることができると思いますね。あ、そうですね。はい、またこの翌日また行ってるんですよ。はい、ここに行ってますので、ではこの後じゃあ一気に夜の広島駅の様子をご覧いただきたいと思います。ちらっと。日曜の夜ですからね、ちょっと寂しい感じなんですけども、意外と晴れてても25キロかな、それくらいしか出てなかったような気がしますね。まあ昨日だとね、20キロぐらいだったと思うね、うん、連鎖電鉄で施錠、作業、信号が連動してたかどうかちょっと確認しなかったな。交通信号と連動してるような気がするんですよね。広島駅で出入りの車両を移したいんだけど、立ち位置の確保が非常に難しくてね。で、広島駅のね、停留所っていうのは駅にしか行けなくてね、町に出ようと思うと円光橋で降りないと町に出れないんですよね。両開きのドアってそうそうないですよ、うん、今のがそうだね、800型ってそうだね、うん、両開きだねこれね。これ両開き、それとも折り戸、いや、両開き、開きですよ、両開き、うん、でね、このね、うん、ドアのね、開閉音がね、西鉄5000型によく似てるんですよ。わかんないそこはちょっと個人的には思います。そうなんだ。行った時に信号待ちして信号回数で待っていた列車が一斉に乗っちゃうんです。3000だけ瞬転に出発できなかったことがある。はい、よいよ。電車をご利用くださいましてありがとうございます。次の発車は神谷町経由エマリスです。この電車は八丁堀神谷町連絡道具前ロバシを通ります。運搬車の番号をご注意ください。ご乗車のお客様は発車の内側でお伝えください。てなわけで、今日はここ
こまでかな。訂正です。5000型より2000型かな。はい。はいはい。ちょっとじゃあ次の。まだ行きますか。ちょっと行きましょうかね。どこまでかな。さっきどこまで見たか分かんなくなっちゃった。広島港、あ、ここだ、広島港に着いたとこですね。ほい。さっき的場町から乗って、これ、この電車とっても混んでたんですよ。で、カメラを出すわけにもいかず。ああ、そうですね。ね。ちょうど多分、野球終わりで帰られる方が、そういう感じか。乗ってたんでね。そういう感じか。で、広島港について、こうなってます。これ面白いと思ったのは、うん、5100が頭だけ突っ込んで、で、この、運転手横の扉の分だけホームがあるのよ。うん、だから、ここだと運転手側から降りる、左側に降りられるんだけど、後ろの車両だと車掌側の扉が開いて、向こう側のホームになっちゃうんですね。っていうのが面白いなと思いました。まあ休憩室に行くためとかだったらね、うん、そこだけ開けていいですしね、うん、ここほら客扱いしてたでしょ、うん、ここね、うん、で、これさ広電のパスピー利用率結構高かったイメージありますよ。うん、みんなピッピッピッって音がしてましたからね、うん、乗り降りの時にね、うん、でこれですな、広島港西広島駅は朝の時間帯だけで、あとは宇品2丁目でお乗り換えくださいということで、で、これで宇品2丁目が乗り換え設定の停留所になってるよということですね。広島港括弧宇品、はい、もう括弧付きっていうのがなかなかいいですな。昔の呼び名をね。広島港っていう人もいるし、宇品港っていう人もいる。宇品港っていう人もいるしね。そう、広島の、ね、古い地図を買いに行ったんですよ。で、古書店に寄ったんですけど、そこのおじさんも宇品って呼んでましたね。ああ、でしたってね、うん、はい、パスピー所持者なんですね、今井さん。で、乗り場は A とか B とか言ってましたね、ここは。きっと電車の系統番号とね、混同しないように、A とか B とか呼んでるんだと思います。そこもちゃんと意識してなかったな。うん、でも、はい。だからですかね、うん、これ、1番乗り場から1系統とか、そう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 、1番乗り場から3系統とか言ってたら、ややこしい。うん、そう。だから A 乗り場から何、B 乗り場から何みたいな言い方をするために、ABC なんですよ。うん。いまだに宇品かっこ広島子。広島港とは呼ばせないと、はい、JR では新山口空港合理なんてことはしません。そうだね。じゃあ西鉄の福岡かっこ天神っていうのは。師匠こんばんは。もうちょっと、こんばんは。もうちょっといきますね。で、これが、広島港なんですけども、まあ、とっても船の出入りが多い港でしたと、はい、いうことです。ちょっと驚きましたね、これにはね。そら試練も多いわな、はい、だって2番と5番があるわけです、はい、電車があれだけ、たくさん乗り入れてくるっていうのは、やっぱこんだけ、たくさんの船が出入りするという、もうパッと見てるだけでここに出ていく船、入ってくる船、この今入ってくる船が2つある、フェリーが3つ見えてますもんね。それから高速船があって、これがすぐに折り返していくっていうね。ということで、5100で、これが宇品2丁目で折り返す、さっき、はい、夜また同じこれに乗ったという1906の、車
長さん出張で使ったな、うちな子で夜もまた同じ電車が来るというこの、はい、いやスピリチュアル、スピリチュアルな旅でしたてなわけで、そんなこんなで、我々は広島駅に着いて、そう、で、宇品2丁目から、じゃあ宇品じゃねえか、あ、街中に出て大戸屋に寄ったんだ。そう、大戸屋。じゃあちょっとこれ大戸屋の話にしようかな、はい、広電、まあ、広電のもう乗り場はこういう風に、なってます。これは陽介さん撮った写真ですかね。いまだに西鉄5号に築5号に5号にだ人エアコンの室外機がどっかにとっつけ、うん、で ここですね、5号線の乗り場以外は全部この案内、一番奥のねところから出るというそういう、はい、5号線だけここに乗り場を分けてあるんですね。あ、そっか、うん、126だったら、ね、みんな神谷町を通るんですよ。中心街を通るんだけど、5号線は、そう、5号線中心街通らないので分けてあるんですよね。そういうことか。そうそう。だから126の使う人は、どの辺、112だったら、神谷町東まで同じところ通りますし、だから2と6だったら、土橋まで同じところ通るからね。ということで、そうか、5番だったらもう、はい、的場町ですぐに分かれちゃう、的場町からもう違う方向に行っちゃうから、はい、そうなんです。でここが、案内所があったり、まあ、ここ手こ扱いもしてるのかもしれないですね、この構内の手こ扱いを、なんか人がいましたからね、はい、でこう1日乗車券とかパスピーのカードチャージ両替と、あ、プロクタンさんいらっしゃい、お総理いらっしゃいませ。で、入ってきた電車ヤクルトの土橋で、エヴァ、なぜかこのエヴァっていうのに皆さんが反応するので、このエヴァっていうのを、うん、BA ですか、エヴァですね、広島の発音で言うとエヴァですからね、エヴァではなくてエヴァですからねすいません、ちょっと席あるの、はい、エヴァですからねてなわけで、じゃあちょっと、陽介さんが席を外したので、我々がこの日 ね食べた、食べ物の話、あれ？食べ物、はい、これ出しておきましょうね5号線車内、携帯の使用でおばあさんと若い女の子が言い争いすいません、ちょっとお手洗いがどうしても我慢できまくて、はい、はい、どうもどうもはい、これがですね、この日我々が白島で食べた、結構おしゃれな、なんだっけ、食べ物屋さんが集まってるところがありましたね、はい、なんてとこだったかな、ちょっとそれ見て、もう覚えてないちょっと見てみようっと、ね、白島駅を降りたら、すぐのところにね、交差点を渡ったらすぐのところに、パーク、ん？フォルクスワーゲン、あれどこだったっけ？渡ったらすぐでしたよね。どっかこの辺でしたよね。あれ、これ、ここですね。ここなんていう、何でしたっけ、なんていうとこだったっけここね、そういう食べ物屋さんが集まってるビルがあって、はい、そこの中の一角です。なんか名前があったような気がするんだけどな、ね、うん、あった、ありましたよ、ありましたけどですね、こういうとこです、こういうところ
あ、旧ゲートって書いてある。旧ゲートっていうところかな。旧ガーデン。旧ガーデンだ。うん。で、そこのお好み焼き屋さんでしたよね。はいはい、ここの中に入ってるお好み屋に気に入ったのがこれです。はい、いやもう大変美味しゅうございました。はい、いろいろまああの食いかけで終了宣言の中にソワが入ってますということですね、うん、こういう感じのこういう感じのとこです中の、うん、ちょっとおしゃれな感じのね、お好み村じゃないんです、いろいろ入ってるとこだった、ね、ね、リトルウッズっていうこれ箸袋リトルウッズっていうお店でした。はい、ちゅうこってでね、夜行ったのがね大戸屋でね、ちょ大戸屋でちょっと驚いたことがありましたね。なんとね、ミシュランに乗ったんですってよ、ニューヨークのミシュランに乗るような店だったのかという驚いたんですが、てか僕大戸屋初体験だったんですけどね、うん、うまかったねあそこは。うん、やって、うん、すごい美味しかった。美味しかった。それはもうね、ミシュランに乗るような、もともとねなんかあの大衆食堂だったんですけどね、最初東京にできた時は。それがなんともう今やニューヨークではね、ちょっと日本の倍近い値段がするんですけど、リトルウッズ、はい、小さい。リトルウッズね。ちょっと日本の倍近い値段だったんですけどね。大戸屋がミシュランって何子さんね、はたながつきますけど、あの今やねもうあのとっても美味しいし別府にもあって、ちょっとうちの親連れて行ったら喜んでたので、ここは本当に美味しいし美味しい、今や定食として通用する時代、うん、重要じゃない、通用する時代。ニューヨークの飲食ってまあそうかな。そう、今や定食って通用でも本当うまいんですよね。でまあ確かに値段的には20ドルっていうからまあ倍近い値段ですよ日本で。我々食べたのはね、こうご覧ください、ロースとんかつのご飯付きで875円とかだから、これにロースとんかつに唐揚げと生ビールつけて2000円いかないわけですよね。これがこの日のあの夜の夕飯のレシートなんですけど、なんでこんな安さだったので、ちょうど大戸屋のレシートあったんで、はい、ですけど、うちも、はい、なんだっけかな、なんか2品取ったよね、生姜焼きに、はい、なんだっけ、なんか鶏の柚子胡椒焼きみたいなやつに、はい、あのビールのちっちゃいやつ食べて1750円。安いですね。だからこれ、ね、まあ、味的にはミシュランの味を食べれたということで、広島バンバンザイだということですね。ジュルルでしたね。ではちょっと、ちょっと時間が余ったので、そうそう、来週ねちょっと、そうそう、ポンタのね、はい、使えるお店なんですよ、はい、定食屋さん、北九州あったかな、ちょっと調べてみてください。それでね、じゃちょっと来週のね予告ということで、うん、予告ということでね、その今までであの広電は何割ぐらい終わりました？半分です、ちょうど。ああ、でもね時間的には来週の方がちょっと長いので、予告か12時までコースですか？いや、それをしないために、それをしないためにですね、予告的に、1本でいいかな？予告的に1本、ちょっと流しておきたいと思います。はい、内容的にも予告と一緒なので、よいしょ。ああ。そうだね。おはようございます。はい、翌朝です。朝の7時過ぎの7時13分の広島電鉄市内、ちょっと一番の感想もある、ある朝はあるみたいな、そういう色の方が多分濃いと思う、うん、
てかよう、この日よう7時前に起きれましたね無理やり起こしたんですけど、あ、でしたでした、はい、はい、2日目です。で今目的地まで歩いてるとこです。結局歩いちゃいました、はい、夜はね10時ぐらいまで、うん、やっぱ旅先の朝は早くないと。結局もう暗くなってからもう何もすることなくなった。そうなんです。もう寝る。入るとそれだけで 2,3 分の短縮になるっていうから、ものすごく大きい、はい、こんな短い区間で。これ今駅前大通りを渡ってるとこです、うん、まあ、朝はとにかく電車が多くて多くて、これ月曜日の朝っていうことそうそうそう、月曜の朝です、これは平日の朝なので、朝の7時台なので、金谷町を夜間堀や流れ川で遊んだりしてたらね、朝起きれませんそもそもそんなモードじゃない、はい、仕事じゃないから起きられるんですよねデミオってこの ロング車体だとさ、広告媒体に打ち付けだった。これははみ出しと思ってますねそうか、この稲荷町の稲荷に相当するのはこの稲荷って読むんだ。稲荷と書いて稲荷神社、ビルの上が神社になってるね。ここ小高い山だったのかな。あ、でもそうだ、ちょうどこの日相当な坂ですね。あのホテルの朝ごはんの時めっちゃ混んでませんでした。そうそう、だからちょっと早めに降りたら我々ちょうど席に座れたけど、その後からゾロゾロ降りてきたもんね。めちゃめちゃ混んでた。サンフレッチェ。これ何パーミルぐらいあるの？ 30 パーぐらいあるよね。そうか、その下ってる部分、とりあえず、第一目標の歩道橋が見えてきました。もう土曜の朝も混んでる。そう、電車とバスがね、溢れるんですね、この道にね。はい、月曜の朝です。ヒロデンも続行で来るけど、はい、バスも続行できます、ね、はい。あそこ出たのが7時10分ぐらいか。徒歩10分だ。まあ、15分ぐらい。駅もない。下手すら駅の中で10分とか。遠い距離ですよ。近いからあのホテルは使わないようにあ、そう、なかなか良かったよ。あ、神戸市だ。これもしかして朝しか出てこないの？うん、かもね。かも。IC カードがついてる、うん、残す気満々なんだ銀座花山ですいいね、やっぱこういう古色騒然とした外観で最新型っていうちょっと改めてこの反射なのが長いっすか。長いよね。当たり前だけど、あの坂をグイーッと登っていきます。
装がなんか工場出場したてみたいでめちゃくちゃ綺麗だった、ね、銀の屋根でね、あの釣りかきのうなる音がここまで聞こえてきました、ね、手のわけで、そうだね。まあ電車降りたから。はい、目的地まず、着きましたので。これさっきの歩道ですか？そうです。前日ね。昼間ちょっと登ってみた歩道橋です。やっぱさ、多分屋根は空調に、あ、まあそうだろうね、マしてるか補強してるでしょうね、うん、いや、駅の方向いたら化粧もまっちりしたおばあちゃんあ、そうだね、そうだね、ちょっと10分ぐらいあるね、ここで時間は夜行じゃないとね、これを見るためにここで広島に行かないといかんのか35分までかな、そこがはい、てなわけで、予告動画はここまででございますこの続きは来週、はい、この続きは来週でございます、はい、ちょうど時間もよろしいようで、ね、はい、29日ね、この、続きもうね、圧巻、まさに圧巻でしたね、ここからの眺めっていうのはね、さすがに平日の朝、はい、まあとにかく来るわ来るわ、うん、ね、確かにあの歩道橋の上に1時間いても多分飽きなかった、うん、我々30分以上いたんですよね、ここに、うん、ね、これです、これ八丁堀の朝のよいしょ、電車の時刻表なんですけども、8時台のこの本数ご覧ください。0036710111213141324243283244545555557585857というね。もうズバ抜けてこの多いこの時間帯を狙って、あの歩道橋の上に行きました。なのでこの様子が一体どのように映るかね、ぜひ皆様来週をお楽しみにしてくださいませ、はい、どこの移動地点ですかね、これすごいよね、これはやばいね、お、あの時刻用の時点で同じ時間帯の列車がそうそう、00ですからねしかも両方連接車だし、うん、あ、そうそう、この連接車っていうのと、それから黒が炭鉱で、この緑、これが緑が連接車、ね、連接車、まあ多分1番の広島行きと2番の広島行き、うん、はい、まあそういうことかな、はい、とにかく連接車の方が多いんですよ、まだ天神一丁目バス停の国体道路経由博多行きではないですよね確かに、あの、うん、国体道路とか、あと明治通りの3番とかもこんな感じ、そうね、ってなわけで来週、8時台をタイムラプスで見てみたいね。なんか前、そうそう、前信号感覚そういうことか。でこれね、ちょっとまた的なんだ、うん、このちょっと面白いところを見つけましたので、また、来週ご覧いただきましょうかね。はい、ってなわけで、これをやりながらまた、そうです、あのちょっとよいしょ、余力をやりながら終わりにしたいと思います。では皆様、一応録画はこれで停止します。ちょっとあと余力をやりたいと思います。それでは皆様、おやすみなさーい。おやすみなさーい。